それではこれより山田恒成選手引退セレモニーを行います。まずは関係者より花束の贈呈を行います。まず山田選手のお父様でいらっしゃいます山田光雄様より花束の贈呈です。続きまして山田選手のご息女山田小春ちゃんより花束の贈呈です。予想してたより小さくてびっくりしたんですけど、小春ちゃんグッジョブです。ありがとうございます。そして山田選手が代表を務める青道会館カシエルの同情生を代表いたしまして石川希龍様に花束の贈呈です。そして選手を代表いたしまして現役時代から親交のあった原口健人選手より花束の贈呈です。最後にライズクリエーション代表伊藤隆より花束と記念写真パネルが贈呈されます。なお写真パネルはフォトグラファー長尾進様からの贈呈となります。長尾様いつもありがとうございます。それでは山田選手を囲みまして記念撮影を行っていきたいと思います。おしゃべりしていいよ。聞いてますよ。はい、写真終わりました。皆様ありがとうございました。気をつけてリンク降りてください。それではここで山田恒成選手よりファンの皆様に最後のメッセージとなります。お願いします。おっす、皆さん楽しんでますか。絶対もう泣かんとこうって思ったんですけど、最初の V でもうちょっと泣いてしまいました。
そうですね。まず伊藤代表をはじめ、ライズの関係者の皆様、本当に、このような場を与えていただいてありがとうございます。そうですね、格闘技始めて25年で、5歳から空手から始まったんですけど、全日本チャンピオンになった時にもう一回こう格闘技をやめようと思ってたんですけど、縁がありライズに呼んでいただいて、で、最初は、なんかちょっとプロが経験できたらいいかなという感覚だったんですけど、自分の中でこうライズにこう対する、こう熱っていうか愛っていうか、そんなんもこう芽生え始めて、でこうタイトルマッチ戦線にこう食い込んで、でなんとかこうベルトを獲得することができたんですけど、本当にベルト持ってからは本当にあっという間だったかなと思います。で、昨年のザマッチも経験させていただいて、本当にいろんな方にいろんな経験をさせていただいて本当に感謝してます。はい。聖堂会館のみんなだったり、うちのカシエルの事務生だったり、家族のみんなだったりとか、本当にみんなには、感謝しきるもしきれない思い出いっぱいです。そして今日メインでやるケント君、今花束ね、時間も自分の時間もあるのに時間割いて持ってきていただいて本当に感謝してます。はい、これからもめちゃくちゃ応援してます。で、今日ここにいるライズファンの皆様、この後もたくさんいい試合が、熱い試合があると思うんで、最後まで楽しんでいってください。本日は本当にありがとうございました。おっす。ありがとうございました。それでは最後に席別の10カウントゴングを鳴らしたいと思います。皆様恐縮ではございますが、ご起立をお願いいたします。赤コーナー、170cm、65kg、聖堂会館カシエル所属、第4代ライズスーパーライト級王者、山田康生。皆様盛大な拍手をお願いします。